師の委託協力でお送りします。このコーナーは地域をもっと元気にもっと楽しくをテーマに、八戸の良さや魅力を再発見再認識し、コミュニティの振興につながる情報をお届けします。八戸お邪魔隊が市内各所へ出没突撃取材し、人、物、場所、イベントなど様々な情報を発信します。水曜日のこの時間はイベント広報隊のコーナーです。八戸市内で行われた様々なイベントなどの話題をご紹介しています。今週最初のイベントです。1月25日から27日まで八戸市美術館において第41回ふれあい作品展が開催されました。このイベントは市内の特別支援学校や特別支援学級の児童生徒の作品792点が展示されました。絵画、習字、布作品、粘土、段ボールで作った作品など多岐に及んでいました。それではこの展示について、八戸市特別支援教育研究会会長で根岸小学校校長の佐々木明夫先生にお話を伺いました。八戸市特別支援教育研究会の会長の根岸小学校佐々木明夫と言います。当研究会では1月の25日の金曜日から3日間第41回ふれあい作品展を八戸市美術館で開催いたしました。この作品展では八戸市小中学校の特別支援学級の子どもたち、八戸盲学校、老学校、そして八戸第一養護学校の子どもたちの作品を展示いたしました。子どもたちの作品は自分で考えたこと、思ったこと、あるいは教えてもらったこと、調べたことなど、毎日の学習の中で一生懸命頑張った作品ばかりです。子どもたちはその思いを会場で、僕こんなこと頑張ったんだよ、ああ、この作品すごいね、ここが気に入ったよ、などと言って自分の作品を展示したり、自分の作品を PR したり、友達の良いところをたくさん探したりしながら、次の学習に生かそうと一生懸命会場を回って勉強をしていました。毎年開催していますので、たくさんの方々に来ていただいて、このふれあい作品展をご覧いただきたいなと思っています。来年もぜひ八戸市美術館に足を運んで、子どもたちの作品を見ていただきたいと思います。続いてのイベントです。八戸税務署では1月25日、八戸市出身でロンドンオリンピックレスリング女子63キロ級で優勝し、日本女子初のオリンピック3連覇を成し遂げた伊調馨選手を招きし、 e-tax による所得税の確定申告の模擬体験を行いました。 e-tax とは、国税庁で行っている自宅やオフィスなどからインターネットを利用し、申告、納税などの手続きができる国税電子申告納税システムのことです。今回は伊調さんが実際に体験し、電子申告の利便性やメリットを PR しました。それでは体験した後の伊調馨選手の話です。お疲れ様でした。いかがでしたか、インパクス体験してみて。そうです、はい、何のトラブルもなく思ったより簡単でしたので、よかったなと思います。今回2回目そうですね、私八戸にあんまりいないことが多いんですけど、なかなかこう税務署にも来る機会もなくて、でもこうやって土日関係なく24時間できるということなので、こういう練習とか合宿とか忙しい自分たちにとってもすごい嬉しいことだなと。そうですね、なんかこう固いイメージがやっぱりあるんですけれども、こうやって教えていただいたことを入力するだけなので、今日はこう簡単にできますけど、自分でも機会があれば
ひやってみようかな。そうですね、やっぱこの今の世の中やっぱ IT 社会じゃないですか、パソコンでこうやって委託するっていうのも当たり前の時代になってきてるのかなというのは自分自身でも感じるので、ぜひ皆さんにもトライしてみてほしいなと思います。伊調選手の e-tax 体験は2010年に続いて2回目ということで、伊調選手は担当職員の説明を聞きながら慣れた手つきでパソコンにデータを入力し、10分ほどで手続きを終了していました。自宅や会社にいながらインターネットで確定申告などができる e-tax のシステム、所得税の確定申告の受付は2月18日から3月15日までです。最後のイベントです。1月29日火曜日、津波と戦った黒松のベンチの受納に関わる感謝状贈呈式が八戸市長本館で行われました。このベンチを寄贈したのは三八地域県産材で家を建てる会の皆さん。この黒松のベンチは東日本大震災で被災した八戸市市川地区の海外防災林、海水をかぶり塩害で立ち枯れた黒松を三八地域県産材で家を建てる会の皆さんがありのまま残しベンチを作りました。会員の皆さんは伐採、乾燥、組み立て、塗装を分担しベンチ9基を製作しました。それではこの取り組みについて三八地域県産材で家を建てる会副会長阿古和夫さんに伺いました。まあ、そうですね、この震災をこのベンチを利用していただいて、まあ、忘れないように使っていただきたい。もうそれと一言、地元材をできるだけ活用していただきたい。もう本当にもう今は山が荒れていますので、まあ、使っていくについて、まあ、皆さんに理解していただければ山の再生もできると思います。そうですね、この我々もこの本当に八戸でこれだけの、まあ、震災を経験したもので、まあ、後世に残すためには何かやろうということで、まあ、会員の方々に声かけで、まあ、今日の贈呈式に至ったところでございます。まあ、これからもまだ全部で9基作っていますの で、これから県の方に1基、八戸市役所に1基、まだこれから残りを、まあ、徐々にそういう要請あれば贈呈したいと思ってます。そうですね、もう本当に震災を忘れないように、まあ、利用していただければ、まあ、我々のそういう活動も認められていただけると思いますので。被災した黒松で作られたベンチは八戸市、そして JR 八戸駅、また浜市川保育園にも寄贈されています。以上、今週のイベント広報隊でした。突撃八戸お邪魔隊、いかがだったでしょうか。この番組でご紹介している内容は BFM のホームページまたは八戸 JP 内の動画ページでも公開します。番組と合わせてご覧ください。八戸市内各地を取材する突撃八戸お邪魔隊、次回はどこへ出没するのでしょうか。明日のこの時間もお楽しみに。突撃八戸お邪魔隊、この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。